はい、続いてやってきたのがですね、おっぱい岩ですね。これパワースポットと言えるんでしょうか。ちょっと私にはちょっと判断ができないですけどすいません、皆さん先に降りてらっしゃるようなので、ついていきたいと思いますけども、この海岸沿いにあるおっぱいの形をした、岩だそうですね。はい、ありがとうございます。はい、わかりました。ゆず大根とかいろいろ流れがついてますね。あそこにでかいのが1個ありますね。あれかな、あの一番でかいのが、はいはいはい、まあそういう形をしている岩がパワースポットであるかというのがよくわかる。何そこ台もほらゴロゴロしてるんですよね。あ、そうなんですね。何が元になってるっておっしゃってましたっけ。地下から湧いてくる、はい、マグマとかメタンガスだとかそんなのを湧き出してくるところの、はいはいはい、あ、見えてきました。のやつだと思うんですけど、なるほど、その周辺にこう、はい、生物とかがこう、ね、生活してる場所というか、はいはいはい、そういうのが今これ本来はその先端のね、うんうん、細くなったところが本来下向いてたんですよね、うん、ああそんな感じはしますよね。こうやってゴロンと横に転がっちゃって、なるほど、まあなかなかリアルな感じもしないではないですね、はい、これがおっぱい岩だということでございまして、ガスの噴出口かなんかで、ガスの噴出口じゃないかと、はいはいはい、寄り添って生きてたかなメタンガスとかをその食料にしているには微生物とかいますもんね。確かにね。ということでこれがおっぱい岩だ。ちょっとこのニップのところがですねなかなかリアルな感じ。リアル、はい